そんな感じなんだね。いやいや急にテストに生活の目覚めの道が近づくメイク中というやつなんですが、うん、たわいのない話をしたり、なんか本当だったらね、後ろのやつらめちゃくちゃうるさいんですよ。いつも急に今スタッフさんがカメラ回しますって言ったらスンってなって、なんかなんとかでも話をしなきゃなみたいな感じで今頑張って喋ってます、後ろの人たちがね。どうにかして聞き取ってやってます、ね、頑張るぞ。手足もどうもメイクしていただいてます。だいたいいつもこの扇風機で汗をかかないようにしていただきながら、心を無にしてメイクをしていただいています。動画のようにたくさん動いたりするとメイクさんに負担がかかるので、なるべくこう静止をしてます。喋らないと死にそうになります。マグロおかねでした。ありがとうございました。はい、田辺康介です。このこれザッキーのネックストラップなんですけど、これこれ見てください。これザッキー涙ぐましいね、指の形の美しいの、ありがとう。これ絶対ザッキー合わせてますよ。そうかもしれない、絶対合わせてる。いや今はもうでも挑戦したんですか。ああもう完全に気分気分ですか。気分ですね。気分はもうヤンキーですか。気分は別にヤンキーってわけじゃないですけど、通りの時にだからこう道を歩いてたり電車の中で金髪だとやっぱ通常とは違うなと思う時ありました。通常まあやっぱ涼しいですよ。まあちょっと離れて涼しいですけど、短くなったからめちゃめちゃ長かった。確かにさ、だって今 LINE でさえさ、ゆうくん的にはどうですか、どっちの方が良かったですか。僕は黒が好きです。メイク中です。だいたい、ね、YouTube とかのね台本とかをじゃんけんするか、なんでじゃんけんしてます。じゃんけんする、じゃんけんすか、負けたやつが。おお、後ろめっちゃうるさいんですけど。負けたやつ、男気じゃんけんな。そうよ、だって飲みたいんでしょ。飲みたい。俺もちょっと見たら飲みたくなってきた。お、やるか。自分のね、番のところとかこうやってこうチェックしたりしてね、やったりして、まあ撮影前過ごしてます。で後ろはこんな感じで賑やかにしてます。あー、ちょっと待って、俺待って待って、うわ、どうしよう。ハイボール、いろいろ種類ある。ウェイター、そうなの。ウェイターじゃなくて、席がないだけだ。どうしようか。ウェイターじゃないの。席はない。椅子がないだけ。椅子がないですよ。椅子がないです。椅子がないです。どうしたらいい。なんで、ミリス、なんで僕が悪いみたいな感じで叩くんですか。おかしいっすよ。怖い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 。いや今さっき立たせるとこでしょ。逆に顔色一つ変えないから。うん、すごい。マイノリティだから。マイノリティ、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 あれね、我が道ですからね。マイペースですか。ああ、撮ってる。お、あ、え、お、えー、やめてくださいよ。ちょっと白々しい。そう、驚いたね。今の反応さ、YouTube で 3,4 回見た気がする。まあ YouTube、まあな、そっか。まあ定番ですよね。なんか質問がある。あ、そうですか。あれやって撮ってんだな、YouTube。あー、すげえする。動きなさそう。目を見て言えんすよ。一番緊張してないでしょうね。始まる 0.01 秒前まで喋ってるからね。だってあれですよ、開始30秒前とか10秒前って言っても本当にね、最初のティーンっていう音が流れるまでずっと喋ってるの。
ね。確かにね。この人なんなら蓋開けるまでずっと喋り続けてるのが彼なんで。そうだからこの前そうだったよね。多分入っ、そう、皆さん聞きたいんですけど入ってますよねあれ。生放送で僕らが雑談してるのがそのまま聞こえたことある人はぜひ書き込んでください。教えていただきたいです。いや、さすがマイク切ってもらって、切ってる、切ってる、切ってるか、出た瞬間に入れちゃうんだ。そうか、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 なら入ってないと。入ってないか、まあ、じゃあまあみんな緊張してない、しない、はい、しないです、ね、緊張というものはないです。もう結構やってますからね、やってますからね。面白かったシーンはいろいろあるけどね。そうね、なんだろうね。うん、なんだろう、あるかな、覚えてねえ。バイドリの別にの人だよ ね、 ね、別にの人だね。珍事件か、珍事件、別にの人だね。一番面白かったのは何、みんなパッと俺自分で覚えてるのはさ、はい、珍事件って書いてそのまま動画に使われてたけどさ、黒ひげ危機一発でさ、何発目で飛ぶかってやつでさ、で全部刺してんのに全然飛ばなかった。あ、だった、懐かしい。あれ真面目に焦った。なんでってマジ 2,3 年前だよ。うん、そっか、本当に最初の頃の YouTube。 そう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 、別のスタジオで多分撮った。まだまだみんな張り切ってた頃。今も張り切ってた。くたびれたみたいに言う。もう本当にちょくちょくフレッシュな気がするんだけど、だいぶ大御所感になってきてる。俺より若いのがさ、俺より若いのがなんか、いやいや、そういう空気出すのやめろよ。こん中で一番若いんだって。そうだよ、それが言うなよ。まあでも、だいたいなんかあるのはゆうくんだもんね。ゆうくんか、まああと坂翔かなんかね。あ、ちょっと変な歌とか作ったよね。社会を作るみたいなことね。クラブ感みたいな。あれはでもリアルに1時間半ぐらいかかってて、なんかそのせいでその後の撮影めっちゃ押しました。押しました、ね、はい、確かに一番長かったかもしれないです、ね、一番長かった、もしかしたら張り切りすぎちゃって。ラップに精通した男がいて、まあ精通、まあそう、実はかじってかじって。ほんで、ポンちゃんでラップ一番下手くそだった。ありましたね、そんな。そんなのが一番面白かったですかね、はい、台本読まないことですかね。読め、だから読め、だから言い方が大御所か嬉しそうなんだよ。大御所新鮮なリアクションでやろうとはしてるけど、あの読め。与えられたものは読め。用意してる、用意してることは。でも確かにベネールあんま用意してないイメージある。まあ、そう、説もありますよね。説はあるけど、うん、サトゥがね、すごいみんなしっかり用意するのに比べて、ベネールなんか用意すると逆に何用意してんだよ。いやだね、確かにね。クラブのなんだろうね、クラブ、そう、なんか圧力みたいな。嫌な高校のさ、嫌なっていうか、高校の時勉強してんじゃねえよみたいな。お前テスト前に何お前お前追い込みやってんだよ。やめとけよ。またそういうことあんま言わない方がいいね、やっぱり。お前どの立場だよ。でも言うたら、この瞬発力みたいなところはベネってすごいよなってやっぱ思うな。何考えてんだ。え、今の考えてた。いやいや、考えてない、考えてない。狙ってたんだよ。今日撮影があるって聞いて、ここまでの下りを用意してたんだよ、今。考えてないわ。そうか、丸くしすぎちゃったな。そんな感じですね。ちょっとルーティーン、なんかある？炭酸、炭酸ね。確かにね。結構最近みんな買う。あ、でもみんな、みんな飲むよね、なんかね。シュワシュワ飲む。僕はそれ飲みたいんだけど。確かに好きな飲み物飲んでるね。あ、そう、みんななんか飲んでる。やる前に、うん、まあ、それがルーティンかと言われる。まあ、それかなんだろう、やっぱなんだろうね。あ、こう、みんなと話してね、コミュニケーション。あ、コミュニケーション場を温めてから、あ、入るみたいな効果ありますよね。でも確かに、だいたいゆうくんがみんなにこうちょっかい出して、こう今日のね、コンディションというのね、まあ、監督のごとく、あ、そう、うちのベネレ、どこかしかみたいな、
馬のね、それぞれそう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 の状態を、ね、状態を見る感じで、ゆうくんがいろいろ書き乱す。でもそのちょっかいのかけ方がさ、ツッコミどころ満載じゃん。そうなんです。結局、ね、今日も通常運転だったみたいな。どうしたの？よく言われますね、そのフレーズ。今日も絶好調、通常運転だね。よく聞きますね。大丈夫ですか？何か喋りましょう。え、何の話してんの？こいつ除隊させるか。最後、こいつ1回最後に普段の YouTube への意気込み一言だけくださいよ、坂田さん。あ、でもやっぱり、うん、みんなが楽しんでもらえるものを頑張って作ろうかなっていつも思ってます。あの声色で言うときいつもそれ。こう言えば信じてくれんだろうの声だったよね、今ね。とりあえずこれ言っときゃいいんだろう。見通しなんだよ。はい。真剣な面持ちでいつも衣装をつけていただいてます。体のポイントはちょい緩めのネクタイ。チャンネル登録とチャンネル登録と高評価も高評価も高評価もよろしくお願いします。次回も見てね。